はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。雷神存続危機、1勝13敗の衝撃の事実についてです。昨日、堀口恭司選手がバンタム級グランプリ1回戦で惜しくもパトリック・ミックス選手に判定負けしてしまいました。試合内容としてはラウンド3ラウンド取られ判定負けでした。ただかなり相性が悪かった相手ですので惨敗というわけではなかったので次の試合に期待したいと思います。詳しい敗因などは動画にまとめているのでそちらをご覧ください。ただそれ以上にここ最近の日本人対外国人の戦績がありえない状況になっているので解説していきます。まず3月19日 UFC 佐藤隆選手がグンナーネルソンに負けました。こちらは惨敗と言ってもいい内容でした。ただグンナーネルソンはウェルター級のトップ戦線まではいかないですがその下のランクにいるかなり強い選手ですのでしょうがないと思います。次に1で高橋亮吾選手が負けました。こちらもアミルカーンのホームアドバンテージのディッションだったので実質高橋亮吾選手は負けてなかったと思います。次に佐藤翔子選手の負けですがこちらもう1なのですが正直歯が立たなかったと言ってもいいかもしれません。そして平田いつきちゃんなんですがエロテロリスト平田いつきちゃんも全然技術の進歩が見られず組んでからの組投げしかありませんでした。打撃も前蹴りで離され結局いつも通り負けパターンで負けてしまいました。こちらは厳しいと思います。早く性欲七光アーセンと別れちゃんとしたジムでちゃんとした指導者に教えてもらうしかありません。次に若松優也選手こちらも1でフライ級タイトルマッチで負けました。これが少し悲しい情報を知ったのですが対戦相手のアドリアン・モラレスは実は怪我をしていたそうで怪我をしていた選手に確か3ラウンドぐらいに打撃のプレッシャーに嫌がっていやいやタックルしたところにフロントチョークという必殺技を決められ一本負けしました。こちらも少し差が見えた戦いでした。そして次に八地裕介 VS 我らのルイス・グスタボ戦ですがこちらもリマッチなのですが1ラウンド2ラウンド終始プレッシャーをかけられパウンドアウトされました。ブランニュー八地君自体は強くなってるとは言ってましたが全然一方的な試合でほぼ一方的にプレッシャーをかけられ一度左ボディストレートが決まったぐらいでした。しかもその左ボディストレートもカウンターの左フックを合わせており正直差がある試合だったのでグスタボ選手の圧勝ではないでしょうか。そして次に芦田選手 VS 山本美優の4番目の旦那カイル・アゴン戦です。こちらも終始カイル・アゴン選手がトップキープしお尻の下に芦田選手の顔がある状態が続き完封負けしました。次に中島大志選手 VS ケラモフ選手ですがこちらもケラモフ選手がタックル1テイクダウンした後にすぐにマウント状態からの三角締めを決められタップアウトしました。かなり実力下がった対戦でした。次にチョコボール武田 VS スパークカイラーリの試合です。こちら武田選手はグレコローマンレスラーらしく1ラウンドはグレコローマンレスラーでつけ完封していたのですが2ラウンド離れ際にフックをもらいそのまま不用意に組みついたところでギロチンを決められてしまいました。こちらたまたま負けたみたいな戦評もありますが実はスパークカイラーリ選手はうろ覚えですが13勝3敗ぐらいしかしていなくほとんど1本と KO で勝っています。そして大体いつもやられて最後の最後スクラムでやり返すというパターンがあるので今回も同じような肩パターンで負けました。完敗とは言いませんがたまたま負けたわけではない実力差がある試合でした。そして次に1で三浦彩香選手がまたまた1で負けました。肩が外れたのですがそれ以前の戦いも押され気味でした。そしてサルタ選手こちらも1で判定負けしました。相手のいい左ストレートをもらってダウンを喫してしまったので完敗と言えるでしょう。そして川原奈美希選手も同じく1で負けました。こちらも終始打撃プレッシャーで下がっており完敗と言えるでしょう。そして昨日の堀口恭司 VS パトリック・ミックス戦です。こちらは動画で解説しましたが少し相性が悪く負けてしまいました。ただトップ戦線で堀口選手は勝てるだけのポテンシャルはあるのではと思わせる戦いでした。そして最後1勝したのが中村凛也 VS 海田野選手です。中村凛也選手はまだ3戦目の選手でしたが海田野選手という23勝6敗で周到ブラジル王者というめちゃめちゃ強いベテラン選手と戦ったのですが打撃は5分テイクダウン寝技の展開で上回り判定勝ちしました。3戦目でこの相手に勝てるっていうのは今までの日本選手でもありえないと思います。このように1勝13敗と惨敗でした。しかしこの1勝が中村凛也選手という希望でした。ちなみに東京オリンピックを断念し MMA に転向したレスラーが何人かいますがその一人が中村凛也選手。
そしてマスト選手、太田忍選手などがいます。ふなっしー・どんぐり太田についてはグレコローマンで銀メダリストでかなりポテンシャルは高いのですが、グレコローマンというのでタックルや寝技を学ばないといけない、プラス打撃もまだ全然できませんにもかかわらず、中村リーナ選手がすごい1勝を挙げた同じ日に500円玉貯金がどれぐらい貯まるか見たらしょうもない YouTube やってたので期待は持てません。もう28歳なので MMA に専念してほしいものです。今後 LDH から世界に羽ばたく選手が増えればいいと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。